熊座の淡き星影は1965年公開のイタリア映画である。監督はルキノ・ビスコンティ。モノクロ、ビスタサイズ、100分。古代エトルリア文明の痕跡を色濃く残すチューブ、トスカーナ地方のボルテッラを舞台に呪われた一家の忌まわしい過去をサスペンスタッチで描く。ソポクレスのギリシア悲劇、エレクトラを下敷きにしている。いくつかのセリフは、 ダヌンチオの、そうかもしれず、違うかもしれないからの引用。タイトルは、ジャコモ・レオパルディの、強くから引用されたしく。テーマのピアノ曲は、セザール・フランクの、前奏曲、コラールとフーガ。第26回ベネツィア国際映画祭で、禁止賞とチネマ・ヌーボ賞を受賞した。サンドラと夫のアンドリューは、ジュネーブからニューヨークへ向かう前に、サンドラの故郷ボルテッラに立ち寄る。 ナチスの強制収容所で非合の死を遂げたユダヤ人科学者の父を記念して像を作り家の庭を死に寄贈して除幕式が行われる予定なのである。そこへサンドラの弟のジャンニが現れ二人は死体とは思えないほど親密な抱擁を交わす。ジャンニは少年時代を題材にした自伝的小説を出版することを告げ二人の過去に何かあったらしいことを アンドリューにほのめかすが、はっきりとは言わない。かつてはピアニストで今は精神を病む母親と再婚相手のジラルディーニは、指定が子供の頃から指定と憎み合っていた。サンドラは、ジップがアウシュビッツに送られて死に至ったのは、母親とジラルディーニの密告によるものだと信じていたのだ。アンドリューは和解のために、ジラルディーニを夕食に招待したが、口論になってしまい。 激怒したジラルディには、指定の近親相関をほのめかしてしまう。アンドリューは、ショックのあまりジャンニーを殴り、一人でニューヨークに旅立って、サンドラの気持ちを試す。ジャンニーは出版する予定だった小説、熊座の淡き、星影を燃やしてしまい、サンドラを激しく求めたが、彼女は拒否して、夫の元に出発することを決意する。除幕式が始まり、 母親の主人イピエトロとメイドのホスカがジャンニーを呼びに行くと彼はすでに薬を飲んで生きえていた。ありがとうございます。